ドラフト阪神青学大の下村海斗投手を一本釣り、岡田監督希望の即戦力右腕をゲット。この身長でそんなに速度出るのか、制球いいのはどんこのみやな。投手陣さらに熱くなるな。カットボールがいいらしいね。一本釣りともに両リーグ優勝チームの余裕さやね。西宮出身か、地元なん嬉しいだろうな。下村は一番ええ、マジでノーコンいかんくてよかった。スカウトのここ数年の実績見たらもう何も言えんわ。指標で見ると今年のトップクラスやで派手さはないけど。先発じゃなくて後ろで使うんかね。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。